はい、よろしくお願いします。今回は、中学校古文の枕草子丸一をお送りします。で、タイトルにもあるように枕草子です。まあ学校だと中2かな、多分違ったら申し訳ないです。で、習うやつですね。で、それの本文の意味を、まあポイントと意味、訳ですね、をやっていきます。なので、まあ学校のテスト範囲に入っている方とか、ちょっと古文のね、本文の練習したいっていう方は、ここで動画止めてもらって、できればノートにまあ訳を書いてもらうと。ただ書くと結構な量になってしまうので、口で言っても構わないです。自分で訳してみて、あ、ここ訳せなかったなとか、そういうのをメモしてもらって、で、この後自分がね、全部訳していきますんで、そこで確認してもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず春はあけぼろからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、初めてねこのタイプやるんでちょっと緊張してるんですけど、まず、枕草子、もうすごく有名な、問題体、作品ですね。随筆っていう、ジャンルに入るんですけど、作者を、まず覚えましょう。で、これはね、もう学校のテストだったら、もう絶対って言っていいほど出るよね。これで、清少納言って言います。清少納言です。で、自分自身も、俺もそうだったし、で、まあね、塾講師の時の生徒なんか見ててもそうなんですけど、結構ね、枕草子っていう名前、清少納言っていう名前自体を結構覚えます。覚えてくれるんです。ただ、ここの組み合わせを結構間違ってしまうっていう子が多くって、どう間違えるかっていうと、これもう一人ね、紫式部っていう方がいらっしゃるんです。その方、源氏物語っていうのを書いてるんですけど、そこの組み合わせがね、わかんなくなる方は結構います。だから、枕草子の作者誰って言われた時に、あれ紫式部みたいな。これ結構陥ります。で、もし、あ、そうそうみたいな感じで思う子がいたら、参考になるかはわかんないんですけど、清少納言のせいで清いなんて、まあ、綺麗なんて意味があるわけですよ。で、枕ですよね。だから、綺麗な枕で寝たいよねってよく自分覚えます。まあ、生徒でそうやって覚えさせてたんですけど、そう、綺麗な枕で寝たいと。で、こっちの組み合わせを覚えてしまっておけば、まあ、あとはね、源氏物語と紫式部の組み合わせは、そこは間違わなくなるので、まあ、もしよかったら参考にしてみてください。よし、行きましょう。ちょっとね、喉の調子悪すぎて咳込むと思うんですけど、すいません。で、今回、春、こう春ですね、この3行。と、夏です、ここ。4行分あります。で、枕草子、まあ、いろんなこと書いてあるんですけど、まあ、よく出てくる。一番ね、学校のテストとかで出てくるのがこの部分です。で、何を書いてるかっていうのをざっくりだけ、ちょっと確認してください。まず、この文章で大事なのがこのお菓子です。これ古文単語でやりましたね、お菓子。趣深いと。だからいい感じだよねっていうものを言ってるんです。つまり、清少納言さんが、春ってこういうものがいいよねって。夏ってこういうものがいいよねって。で、次回以降に秋と冬もやっていく予定なんですけど、そういうもののことを言ってるんだっていうのをまず覚えてください。そこを知ってるだけでも全然違うから、ここ訳せるかどうかがね。で、まず春は明けぼのです。明けぼのがいいって言ってるんです、春は。でも明けぼのって何ってなってしまうので、これ覚えましょう。明けぼのは明け方です。朝ね、日が明けるときです。夜明け方とか明け方っていう言い方をします。で、ここ。これ、お菓子が省略されてます。結構ね、省略されてる場所あるんですけど、そう。春は明けぼのお菓子。つまり、春は明け方が趣深いと。ちゃんと訳すとね。だから学校のテストでこの部分訳しなさいって言われたら、それを書いてください。春は明け方が趣深いと。でも、普段読んでいく中では、こうとね、特に古文が苦手な方、自分と同じでね、俺と同じで古文が苦手な方っていうのは、きっちり訳さない。これをテーマにしてください。きっちり訳さない。これは英語の長文も同じです。完璧に訳そうと思ったら、そっちに集中力持ってかれてしまうし、もう一個は、ちゃんと訳しすぎて意味がつかめないんだよね、結局。っていうことが陥ります。だから、いや、ちゃんと訳さないでどういうことかっていうと、春って朝、明け方がいい感じなんだって言ってんだって。お菓子ちゃんと訳すと趣深いだよ。でも、いい感じだってことを言ったじゃないですか。だから、春って明け方、朝がいいよね、たまらないよねってことを言ってるんだなって掴んでもらえばいいんです。で、その次に、やうやう白くなりゆく山木葉。で、これは、まずここね、やうやう、これ、ようようですよね。
で、こっちも、ヤマギハモワですね。ヤマギワと。で、ヤウヤウはやりましたね。一応書いておきましょうか。これ、だんだんとです。だんだんと白くなりゆく。まあ、なってゆくっていう感じですよね。で、ヤマギワです。まあ、山の際なので、まあ、イメージできるかもしれないんですけど、まあ、一応書こっか。あのですね。まあ、山があるじゃないですか。まあ、2個ぐらい書いておく山。の時に、山と空が接してるこの部分です、ここ。で、白くなっていくんです、山際が。で、少し明かりて、少し明るくなってきてって、明かり明るくなってくるね。どういうことかっていうと、朝の話ですよね、明け方ですから。だから、まあ、山のね、その向こう側から太陽が昇ろうとしてるわけですよ。時に、こっから、まあ、見えないよ。これ今太陽見えないですけど、ここは。上がってくると、どん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 ここ明るくなってくるじゃないですか。太陽の日に照らされてっていうか、こうね、下から上がってくるからさ。そのこと言ってます。明るくなってきたと。で、紫、だちたる。このだちたるは訳しにくいですね。で、雲の細く、たなびきたると。でも、だちたるがわかんなきゃダメかって言ったらいいんです。わかんなくても。そこがね、ちゃんと訳せだったら困りますけど。じゃあどうするかって言ったら、紫なんでしょ？雲でしょ？細いんです。で、たなびいてる。たなびきたる。まあ、たなびくっていうことありますよね。で、つなげれば、紫の雲が細くたなびいてるみたいなことを言ってるわけですよ。まあ、こう言ったってピンとこない方は来ないと思いますよ。で、自分ちょっと無理やり持ってきましたけど。で、本当は、これ紫がかってるって意味の雲が細くたなびいてるって意味で、どういうことかっていうと、雲ですよね。で、雲が細いっていうことなんで、まあ、こういう雲が細い雲があるわけですよ。こういう。それが、こうね、日が上がってきた時に照らされて、雲が紫になってると。紫のペンないからごめんよ。なってる。それが、細くたなびいてるのが、これ、お菓子がここに収録されてます。それも、趣深いよねって、いうことを言ってるんです。このお菓子が省略されてるのもね、ぜひ覚えておいてください。一応、春、確認しておきましょう。もう一回ね。まあ、ざっくり訳していくと、春は明け方がいいよね。ちゃんと訳すんだったら、明け方が趣深いと訳してください。で、だんだん白くなっていく山際ね。山際が少し明るくなって、紫がかってる。まあ、紫の雲が細くたなびいてるのも趣深い。お菓子が収録されてね。っていうのを言っております。これが春。いいかな？まあ、今回の動画でね、もうみんながどう感じるかはわかんないんですけど、特に古文が本当に苦手な方も一問も解けないと、見たくもないみたいな方が、ちょっと肩の力抜いてもらって、やってったら、あ、少し意味つかめるかもな、っていう風に思ってもらえると、個人的にはすごく嬉しいですね。うん。じゃあ、夏行きましょう。で、次、夏は夜です。で、さっきと同じ、こっちは書いておこうか。ここはね。ちょっと全部は書かないのでごめんなんだけど。まあ、お菓子が省略されてるんで、夏は夜が、趣深い、夜がいいよねって言ってます。で、月の頃はさらなり。これ行きましょう、さらなり。これやりましたね。これ大事な単語です。言うまでもない。ただまあ月の頃は月が出てる頃、まあ出てる時ですね。月出てる時なんかは言うまでもないよ。だからまあ夏の夜、まあ今、これアップしてるの冬ですけど、夏の夜のもう月、綺麗じゃないですか、月が。お月様が綺麗で、ああ、もうあれなんて言うまでもない。もうすぐたまらないわーっていうことを言ってます。いい？で、闇もなほ、まあ、なおですね。なおで、一応これ意味は書くか。これ、やはりと。まあ、頭の片隅でも置いてください。だ夜の闇ですよね。は、やはり、その時ね、夜、暗い時なんかには、やはり、ほたる。の、多く、飛び血が浸る。まあ、飛び血が、いだね。いたるですね。これも、ホタルが、多く、まあ、血が浸るって難しいですけど、まあ、飛んでるってイメージはつかめますよね。つまり、まあ、夜の闇、真っ暗な時に、ホタルが多く、たくさん飛んでる。まあ、これ飛び交うって意味になるんですけど、飛んでるなんかも、たまらないよね。ってことを言ってるんです。綺麗だよね、って。で、今、いっぱい飛んでることを言いましたけど、でも、また、ただ、一つ、二つなど、ほのかに打ち光りていくもおかし。一つ、二つって、何かっていうと、これ、ホタルね。ホタルって
って1匹2匹でいいのかな。だからさっき多くって言いましたけど、でもでもホタルがね1匹2匹なんかがほのかにかすかに光っていく、まあ、飛んでるのもおかしい、たまらないよねって、趣深いよねってことを言ってます。で、雨などこれね、雨など降るもおかしいっていうなんかは、まあ、夜雨なんかが降ってるのもおかしい、趣深いですよねっていうことを言っております。だからまあ訳していく、まあざっくりね訳していくと、夏は夜が趣深いいい感じだよねって。で、月の頃、月が出てる時なんかは言うまでもない。で、闇もまあね、暗い夜ですね、暗い夜なんかはやはりホタルが多くたくさん飛び交ってるのも趣深いいい感じだよって。で、またただ一匹二匹ね、ホタルが一つ二つなんか飛んでる、まあかすかに光って飛んでるのも趣深いですよって。で、夜ね雨降ってるのもやっぱり趣深いよねって、こんなことを言っております。で、この月の頃の部分なんですけど、まあ月が出てる時はって自分訳してしまったりするんですけど、多分ものによっては月が月の眺めがいい時はみたいな書いたりすることもあるんですよね。で、まあ、受講師やってる時に結構学校の先生がプリントくれるんですけど、役がちょっと違ったりするんですよ。そう、言ってることは似てるんですけど。なので、学校の、まあ、中間テストとか、期末テストの対策で見てる方なんかは、学校の先生が役、ここ結構訳すの狙われるので、月の頃はさらなり。その頃の部分は、まあ、学校先生に合わせた方がいいかなという気はします。確実に取るんだったらね。まあ、自分は月が出てる時とか、月が見える時は言うまでもないので訳しちゃうんですけど。はい、という感じで、まあ、こんな感じでやってみました。では、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回、秋。で、その、まあ、多分秋冬がちょっと長いんで、一本の動画に入らないと思うんですよね。まあ、入れば入れちゃいますけど、おそらく次回秋だけになると思いますので、まあ、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。